じゃーん、ということで、黒く塗ったやつつけてみました。どんな感じ？結構良くない？この黒で。結構目立たなくなって。で、こんな感じで、組み付きました。これナットがね、下のナットが、こっちのね、上の方とかはこの赤いのが見えると思うけど、普通のね、先入れナットっていうのを使ってるんですけど、これはね、どうしてもほら、アルミフレームってもし緩んだ時、こう滑っちゃうじゃない？滑ってもし後ろに抜けて落ちたりとかしたらいけないから、ここの下の、二つは、滑り止めナットって言って、ここにナットのところにね、ゴムの滑り止めがついてるやつをね、前後に滑りにくくするためにね、っていう対策を一応してるんですよ。それがね、ちょっとナットがだからその分長くて、こっち側がちょっと 出てしまってるんで、まあ、ここはちょっと目立ちますけど、まあ、でも、この間まで、ここがね、全部鉄のままで、の時よりはね、全体的にめちゃめちゃ印象が黒くなって、目立たなくなって、いい感じじゃないですかね。まあ、あと、ここら辺とかもね、カバーをつけるんで、本当に真っ黒になります。じゃあ、今日の、もうこのまま、今日の朝ごはん行きましょう。ドゥル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 、じゃん、これです。お、今日は、わかめ来ました。今日はわかめでした。最近はね、味噌汁と、パックご飯なんだけど、昆布を乗せて食べてます。まあ、海藻もね、ちょっと食べないとまずいなと思ってね。これを海藻に含めれるかどうかはさておき。昆布のごま佃煮だっけ？まあそういうので食べてます。これが今日の朝食です。今日のというか、ここ最近の朝食です。来た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 。じゃん。ということで、久々のアマゾン。めっちゃでかい箱できた。なんでこんなでかいの？何買ったっけ？俺、なんか買ったっけ？いや、今日ウィンカーリレーが来るっていう話だったんですけど、なんでこんなでかいの？ああ、そっか。ハンガー。安いハンガーを買ってたんでした。ハンガーがちょっと足りないからね。ハンガーを10本買ってたの忘れてました。これがあったからでかいんだ。そして、まあウィンカーリレーはちっちゃい、当たり前だけど。じゃん。これが今回買ったデイトナのウィンカーリレーです。ここ書いてあるけど、ハザード対応のやつですね。はい。今ついてる、2ピンのウィンカーリレーって交換するだけなんで、まあこれ簡単ですね。リレー変えて、ウィンカーの配線に途中に、挟むだけなんで、ちょっと線をね、それでハザードが対応になるんで。まあ結局まだ、オンオフスイッチを持ってないので、ハザードは今すぐには使えないんですけど、ここにも書いてあるけどね、ハザード機能は別売りのスイッチが必要ですって書いてあるんですけど、そのスイッチをまだ僕買ってないんで、今日の時点ではハザードはつかないんですけど、まあ、とりあえずこれで、ウィンカー自体は、無事 LED ウィンカーが使えるようになるんで、いや、思ったより早かった。今11時5分。めちゃめちゃ早く来ました。今日の夕方遅くなるかなと思ってたんですけど。開けてみたところで別に何も面白いものは入ってないんですけど、なんか、ギボシとかもついてるんですけど、まあ、そもそも、ギボシなんで 特に何もすることなく、こっちにはもちろんついてるしね、ギボシが。本当に、これつけるだけって感じですね。とりあえず、このね、水色とオレンジのオスメスを、今ついてるウィンカー配線にかませるんですよ。で、この2ピンを、ウィンカーのこの2ピンを、今ついてるリレーと交換するだけ。あとこの電源、絶対これ電源だよね。え、電源つけなきゃいけないの？ちょっと説明書読みます。あ、そういうことか。ああ。ちょっと、当たり前のことを忘れてました。この赤くの電源じゃなくて、これスイッチだ。これハザードをつけるときのスイッチですね。この先にスイッチをつければハザードが使えるようになるっていう。いや、びっくりした。まあ、取り付け自体は、マジで線刺すだけなんで。ちょっと、つけていきたいと思います。いや、まさか午前中来るとは思わんかったな。はい、ということでね。まあ、難なく つけてきました。動作確認も無事、いい感じに点滅。今までピカ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 だったのが、ピッカンピッカンピッカンっていうね、正しい点滅回数になったので、よかったです。ということで、まあ、こうなってくるとスイッチが欲しいけど、多分デイトナのスイッチこれ多分高いんで、まあ、ちょっと考えたいと思います。
どうせね、フロントのウィンカーも変えなきゃいけないんですよ。それはもう物があるからね。なので、フロントのウィンカーを変えるときに、ハザード用のスイッチもね、取り付けれたらまあ、楽かな。どうせ、フロント周りのカウルを外さないといけなくなるので、配線のためにね、当分先になると思います。とりあえず今日は、これを導入して、無事、リアの LED ウィンカーがね、正しく光るようになりましたっていうお話でした。はい。いやー、やばいよ。今ね、この新しいお茶を開けようとしてね、この技を使ってしまった。輪ゴムを巻くという。いやー、もうね、握力がね、やばいかも。そろそろちょっと筋トレもね、ちゃんとやんないと。実はね、ちょこちょこ筋トレやるようには、実はしてたんですけど、自粛始まって。いやー、もうちょっとちゃんとやんないと、マジでちょっと握力が、やばいです。ということで、お茶の在庫もなくなったし、実は野菜ジュースもね、在庫切らしてて、いい感じなんで、今日はちょっと買い物に、バイクもやっと乗れるようになったしね、ナンバーついて、買い物に行きたいと思います。ちょっとご飯もね、あと4食しかないから、きついんだけど、もう多分今から買い行っても多分ご飯はないと思うんで、とりあえずご飯は置いといて、その他の食材、味噌汁とかも買い足すかな、っていう感じでちょっと行ってきたいと思います。っていうか、早くしないと、なんか雨降ってきそう。はい、ということでね、やばい、本当に雨降りそうなんですけど、今もうすでに曲がるときにウィンカー使いましたけど、ちゃんと点滅してます。もうちょっとまた向こうで止まったらその外観見せますけど、はい、こういう感じでウィンカーね、ちゃんと点滅してますけど、そうですね、フェンダーがね、あれ中に鉄フレーム入ってたのは、まあ、見せたと思うんですけど、マスの中心から離れた重い鉄フレームが一本丸々外れたので、なんかバイクがすげえ軽い気がしますね。軽いし、なんかバネが、そのバネ上荷重が軽くなったことによって、そのなんだろう、あんまりサスが沈まなくなって、えらいサスが硬くなったような感じがします。まあビビったる差ですけどね。いやー、気持ちいいな。バイクやっぱいいな。久しぶりに乗ったけど、バイク気持ちいいな。ちょ、早くシグナスするのじゃねえや。ジクさん、このレビュー動画も上げないといけないんですけど、足つきのことこの間コメントで聞かれたんですけど、母子球ギリ、あ、まあ、間違ってはなかったか。母子球がギリギリつくかつかないか。僕の場合ついてなかったっすね、今。うわー、楽しい。ちょっと雨降ってきそうなんですけど、マジで。そう、ここね、5時、街中でチャイムが鳴るんですよね。地元はそんなんなかったんで、普通になんか5時は何でしたっけ、なんか曲が流れてた気がしますね。はい、なんか学校にいるみたいですよね。にしても静か。早くね、ジクサ用のJMCA 認証プレート付きのマフラー出てほしいっすよね。まあ、まだね、まだなんかね、一種類見つけたんだけど、その JMCA だっけ、あれは認証が取れてなくて、まあ、ちょっとね、僕の場合その動画でするからね、ちょっとあんまりその車検対応というか、そのまあ、動画撮ってなくてもそうだけど、迷惑になるようなマフラーはね、つけれないので。いや、まあ、純正マフラーでも確かに満足って言われたら満足なんですけどね。やっぱね、長距離乗ってるとね、物一人なさが出てくるんだよね。街乗りちょっと乗ってる分はこれで十分じゃんってなるんですけど、長距離乗ってくると、飽きてきたなって感じになるんですよね。やっぱりこう、マフラー音の刺激が欲しいというか、うん、もうちょっとね、こう振動が欲しいっていう感じありますね。ちょっとね、快適すぎて振動全くないんですよ、これ。こう街乗りで低回転で乗ってる分はね。なのでもう少しこう排気系からの爆発的な鼓動感トコ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 っていうね、鼓動感がちょっと欲しいなっていう。体に振動来なくてもいいから、耳にその音となって、おーすげー、伝わってきてほしいなっていう。せめてね。はい、ということで改めまして、こんな感じ
やばくね、このスッキリ度合い見て。ちょっとここについてたのが、ここについてこんな感じでちゃんとね、あの今あんまり明るいから分かんないかもしれないけど、ライトちゃんとついてます。ここね、ほらライトついてるんですけど、こんな感じで横から見た時のね、横から見た時のスッキリ感がすごいんですよ。こんな感じやばくない？このねジークさんのね後ろがここがスッとね上がってて、やばいよねこれ、エロいよねって感じになってます。でウィンカーつけるとこんな感じ、明るい。このウィンカーちっちゃいのにね。でナンバーの取り付け位置とか、このウィンカーの間隔幅とかはちゃんとあの法に基づいてるので、そこら辺はご心配なく。はい、いやあとこれがハザードは一応できるんですけど、今日はまだスイッチをつけてないっていう、まあ、そういう感じです。こっちから見た方がよかったか、こっちの方がいいや。こういう感じでやばかっこよ、まあ、ちょっとこうやって横から見ると分かるんですけど、ここのね線を後ろを回してちゃんと中を通して入れてます。全然大丈夫っていう感じで、じゃあこれ完成ということで、まあ、またジクサーの紹介、買った経緯、カスタムの詳細っていう感じで、なんか僕のジクサーについてまとめ動画みたいなやつを、分野というかそれぞれ出していきたいと思ってるんで、その時にまた詳しいことは紹介したいと思います。とりあえずこれはこれで一旦完成。よし、じゃあ買い物行ってきます。とりあえず雨が降り始める前になんとか買い物を終えてきました。はい、ということでいろいろ買ってきました今日もカップ麺を一つだけ買ってきたんですけど、これはまあちょっと料理サボり用で、じゃんカレー買ってみました。まあ、あとねじゃがいもとか食材の買い出し、まあ、カレー作るから玉ねぎね、人参ですね、はい、こんにゃく、じゃん、わかめとしじみで、今回は減塩を選んでみました。最後にお茶ということで、忘れてました、フェンダーレスね、フェンダーレスって言っていいのか分かんないけど、まあ、マットガードにナンバーとウィンカーとかつけるっていうカスタムは一旦これで終了ですね。まあ、さっきも言ったけど、また詳しい内容とかこだわりポイントとかは全部まとめて、カスタムが終わったら、ある程度キリがついたら、てかコロナが落ち着いたらですね、はい、コロナが落ち着いたら全部レビューとまとめてお伝えしますので、あのチャンネル登録して通知をオンにしてお待ちください。じゃーん、ということでまたパスタを入れてしまったんですが、カレーできました。美味しそう、てか美味しいです。いやー、ご飯で食べようかなとも思ったんですけど、いやパックご飯だとね、ご飯の量が少ないんで、カレーうどんがあるぐらいだからカレーパスタもいいでしょうってことでパスタ入れてみました。まあ、今ちょっと味見したらめちゃめちゃ美味しかったんで、今日はこれでお腹を満たしたいと思います。もう今日はこれで終わりね。実はもう時間が日付回った1時で、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、with a slow motion crew, and we up in a cloud.